火を消すときに水の中に入れて最後消しますので、水を入れた容器を用意しておいてください。親指と中指で持ってもらって、マッチのお尻の部分を人差し指で支える、こういう形でマッチを持ちます。マッチを横から握って、横からするとマッチが折れやすいので、こういう持ち方はしないようにしてください。マッチの先の赤いところは燃えやすいので、するときにはマッチの箱の中のマッチの向きも自分の方に向けて、マッチを自分の方から外側に向けてマッチをすります。マッチを横向きにすると折れやすいので、斜め下に向かってマッチをすり下ろすようにしてください。マッチは赤い部分に最初に火がついて、その後軸の部分に燃え移って初めて火がつきますので、上向きにすると木の部分に火がいかないのですぐに消えてしまいます。逆に赤い部分を下にするとすぐに上まで燃え上がってしまうので火傷するので、横向きでゆっくりと木の方に移すようにしてください。火のついたものを持って移動すると危ないので、必ず火をつけたいもののそばで火をつけて、すぐに消せるように近くに水の入った容器も用意しておいてください。火がついた状態でマッチを振って消すと折れて火のついたものが飛んでいってしまう可能性があるので、必ず水の入った容器で消すようにしてください。まずはじめにパンと中に挟むものを用意していただいて、それをアルミホイルでくるみます。で、くるんだものを牛乳パックの中に入れて火をつけるっていう形になります。燃えた後は中に入っているものもとても熱くなってますので、素手ではなくて軍手をつけて火傷しないように注意をして取り出してください。火はとても危ないので、必ず大人の人と一緒に火を扱うようにしてください。2つ目が、周りに燃えやすいものがない状態にして火を使うようにしてください。で、3つ目が、風の強い日に火を使うと火が勢いよく燃え上がってしまいますので、風の強い日は火を使わないようにしてください。